水道橋駅は東京都千代田区文京区にある東日本旅客鉄道東京都交通局の駅である。JR 東日本と都営地下鉄の計2社が乗り入れ、接続駅となっている。また、各路線ごとに駅番号が付与されている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は中央本線であるが、東駅には観光線を走る中央。 総武線各駅停車のみが停車する。また、特定特殊内制度における、東京都区内及び、東京山手線内に移属しており、各路線ごとに、駅番号が付与されている。都営地下鉄三田線は、目黒駅方面の電車において、東急目黒線と直通運転を実施している。江戸図屏風に描かれた江戸時代初期の水道橋。橋の下を通っているのが、水道駅名の由来は、 神田上水水道の通る橋である掛け火が近くにあったことによる、方兵交渉用の駅だった。JR 東日本の駅と東京都交通局の駅は、外堀通りの横断歩道を挟んで100メートルほど離れている。駅長配置の直営駅で、当駅の他に、飯田橋駅を管理している。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。改札口は、 東口と西口の2カ所ある。快速線はホームの南側を通るが壁で仕切られている。また、東口改札内、西口県場駅前、改札内、2番線ホーム上のお茶の水よりにはコインロッカーも設置されている。なお、コインロッカーを使う際に改札を通るための入場料はかからない。窓口にて申告すれば利用が可能。 東口には1.2番線ともにエレベーターがある。西口には構造上エレベーターやエスカレーターがない。指定席券売機は東口、西口両方に設置。乗り場島式ホーム1面2線を有する地下駅。駅業務は2015年4月1日より東京都へ交通協力会が受託している。日比谷駅、勤務管理所水道橋駅。 ストム区として大手町駅戦国駅間を管理していたが、2016年4月1日付で東京都交通局が行った駅管区制移行のため、日比谷駅に設置された日比谷駅管区に管理される非管理駅となった。開業より1999年の ATC 化までは春日寄りに非常渡り線があったが、現在は撤去された。 乗り場各年度の1日平均乗降人員は、下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員数は、下表の通りである。水道橋、水道橋駅付近にある、神田上水の非分東京ドーム、東京ドームホテルミーツポート広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。